大島ガモの謹んでお詫び申し上げます。こんばんは。こんばんは。はい、というわけで始まりました謹んでお詫び申し上げますラジオでございます。よろしくお願いします。お願いします、こちらのラジオは僕と大島さんとで、今週1週間であったりとか適当に喋っていきますが、最終的に謝らせていただきますので、好きを言わせてちょうだいよというようなラジオでございますが、はい、そうでございますね。いやはや、いやはや、もう1週間が経ちましたというような感じですね。いや早い早い、本当に早いし、寒い、もうもはや寒い。いや寒いっすね、やっと、はい。まあでも秋はなかったですね、結局冬もう秋飛ばして、この世というか日本からロンティーってものは多分消えゆく可能性ありますね。いやーマジであるね。なかったもん、本当に2日ぐらいしかなかったかもな。ね、着るタイミングないっすね、マジでなかった。あー、いやわ、怖い怖い。いやだってもう11月も、もう12月だもんね、うん、言うてね。そう、すぐですよ本当。いやー怖っってなると、もうあれですもんね、もう年末そろそろって感じですもんね。もうこっからはもう一瞬でしょ、年越しまでマジで本当こういうの一瞬ですもんねいや本当にね、もう本当聞き飽きたかもしんないし、言い飽きたところもあるんすけど、うん、いや本当にそうなの。てかもう本当年取るにつれてどんどんとそれは本当感じる。まあね、うん、体感の時間がね、体感の時間がもうなんか昔ね、はい、子供の時とかに言われてピンときてなかったけどさ、うん、おじさんとかから、はいはいはい、やっと分かるようになったよねもう我々もこういうことか、おじさんになったなと。いや本当よ。でもまあそんなね、もうすぐ、まあ、年末というところでございますが、はいはいはい、足早にもう皆さんを置いてく、話題をしていいですか。何ですか。シティリーグをね、おうおう、今応募してるところじゃないですかはいはいはい、まあシティリーグも置いていきすぎだけどちなみにそのちゃんと言っても置いていってんのにもう俺にしか分かんないそのはしょんなよ、はしょりすぎてるから。シティリーグを応募しまして、いやいや、そのシティリーグが何かも分かんないからそのシティリーグをまず説明しないと。すごいな、怒られるよ、また怒られる、飲み屋でやれよって言われんだから何って、いろいろね、いろんな人に、それこそデザフェスの会場に来てくれた人たちにも言われましたしね。ちょっと ポケカの話マジで本当分かんないですねみたいなそんな楽しいんですかみたいな感じで言われてるんで、いやちょっとね、いや楽しい、かつてないかもな、こんなハマったこと。もしかしたらめちゃくちゃハマってる。もしかしたら大会に出るなんてなかなかね、いやなかなかないよ、なかなかないですよね本当に。だってまあ語弊があるかもしれないですけど、俺モンストグランプには出ようと思わないもん正直それはやっぱりその、うん、相当な鍛錬が必要だから。はい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 、うん、なんかものすごい血の滲むようなね、うん、あれで出てらっしゃるし、はいはいはい、うん、なんか割と気楽にいっちゃいますもんね、なんかね。そう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 、僕もだって初めてまだ半年ぐらいなのに、もうそのシティリーグっていうのがね、そのなんていうんですかね、ちょっとなんていうんだろうな、お高めの大会というか、お高め、なんか敷居の高いというかね、うん、まあ地方予選みたいな、うん、高校生の高校野球で例えると、うん、はい、地方予選みたいな感じで、そっから言ったら県大会に行けるよというような、そう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 、ものなんですけど、もうそれにもう出ようとしている状態、はいはい、まあそうね、うん、うん、なんですけど、それをずっともう家でもうそのやることが一旦なくなったので一旦ね、ああそうかそうか、そうそうそう、まあね、はい、うんうんうん、ってなって今もうずっと一人でもう細々ずっと、いやこうでもないなああでもないなと思いますそうね、はい、デッキビルダーだからね川家さん
誰も使ってないデッキをやっぱり作りたいっていう。そうですね、本当に、うん、もう誰も使ってないやつばっかりなんで、そう、勝てるか勝てないかは一旦置いといてね、うん、はい、そう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 、うんうん、デッキビルダーでしかないので、そうそうそう、はい、ちょっと、そう、俺はどっちかというとやっぱちょっと勝てるよりのものをこう参考にいろいろやる方だから、うん、いやもう本当、この前もね、ちょうど、おとといくらいでしたっけ、一緒にプレイしたのって、水曜ぐらいじゃないですか、水曜かな、うん、いやね、帰った後に改めてこうデッキを触りながら思ったんですけど、はいはい、大島さんもそのシティリーグに今応募してる状態じゃないですか、はい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 、なんかすげえなんか優しいなって改めて思いましたもん、なんか、え、どういうこと、僕は練習になるじゃないですか、そのデッキのああ、はい、なるほど、はいはい、大島さんに関してはそんなやつには当たらんっていうまあね、そうだね、そのいないからね、一人もその環境にはだから絶対当たんないしね、同じデッキ使ってる人には。そうっすよね、うん、そんな相手とこうね、いろんな回しをしてくれて、いや優しいなってつくづく。いや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 、俺は楽しいだけだから。ああ、よかった。俺も別に勝ちたいとかは、まあ、まあ勝ちたいけど、はい、やっぱ楽しいがだいぶ占めてるから全然、うん、よかった。だってさ、そんなん勝ちたいだけだったら、はい、もっとね、ほんとしょうもないデッキになるよ多分。ああ意外とね、うん、なんか当たり前のようなというかね。そうそうそう、もうほんと勝てるデッキっていうのあるからね、うん、割とね今ね出回ってるから。出回ってますもんね、うん、いやほんとだからこそもう皆さんにもしてほしいなというような気持ちもちょっとあるんですけど、そのこの会話を分かってもらえるように。いや分かってもらいたいな、聞いてる人もだってそこまで 多いわけじゃないから、うん、ちょっとだからもうみんなやってよ聞いてる人は聞いてる人はみんなぜひともやって。意外と手に入りますし、なんか買えないんじゃないですか、ね、みたいなこと言うんですけど、はい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 、意外と買えるんでね、意外と買える、うん、意外と買えるし、うん、まあその今初心者用のもう組まれたデッキみたいなのはもうすぐ買えるし、あとそっからは普通にカードショップで100円とか何十円とかで全然あれ、組めるしね。そう思った風に僕もだから1枚その何千円とかのイメージだったんですけど最初、うんうんうん、それはもう高いのを見てるからそうなるだけで、そう意外とね、本当あこのカード、え、一カネズミ80円なん、こんなキラキラしてんのにとか思いますよ本当。いやいや、一カネズミは80円じゃ高いんですけどそのまああのストレージもう30円のとこにあっていいぐらいではあるんですけどまあ普通にごめん、なんかそのはいはいはい、はい、あれ、うん、うん、そうそう、普通に環境で戦えるデッキは全然50円とか、うん、その100円とか、いやそんなんで全然意外と、ね、集まるんで、ね、集まるんで、うん、ぜひともね皆さんやってほしいなというような気持ちでございますが、ね、初っ端から申し訳ないですけど、はい、初っ端から申し訳ないですけど、はいはい、今週1週間いかがお過ごしですか。今週俺も割とゆったりとした感じで、はいはいはい、特に何もすることもなく、おうほうほうほう、まあちょっと次への準備みたいなのが多少あったんですけど、あ次の、まあ、カレー屋さん、はい、そう12月からまた新しいところでまた始まるんで、なるほど、まあちょっとそれの準備をちょいちょいとしながらって感じですかね。あらあら、皆さんお楽しみにっていう感じで、ね、お楽しみに、これはまた、はい、お知らせいたしますので、お知らせをお待ちくださいという感じですか、はい、そうだね、それの準備と、はい、それ川家さんと、うん、そうだね、ポケ化して、はい、その前にその川家さんおすすめのラーメン屋さんに行って、はい、もう結構まあまあちょっと、ま、並んだんだよね、はい、ちょっと並びましたね、はい、ちょっと並んで、うん、まあやっと入れたんですけど、うん、まあまあこれ話しましたけど、うん、もう本当に僕苦手なのが、はい、そのまあ、ちっちゃいお店に多いんですけど、その店長的な人が、はい、ちっちゃいお店って大体2人とかで回すじゃん、うん、カウンターだけとかだったら、うん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 、でまあその店長がもう本当にパキパキの職人さんみたいな、はい、いやあそこのラーメン屋、まあ、そうでしたね、そうまあラーメン屋もあそこはもう特にそうですけど、ラーメンってそういうの多いじゃん、多い、うん、そういうお店、うん、大将とバイトみたいな、はい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 、でもうカウンターしかないから、もうカウンター
その厨房の声も筒抜けなわけよ。うん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 。でそのやっぱ大将がもうパキパキだから、そのバイトに対してやっぱ結構、うん、次はして次はしてとか、はい、次あれだよとか、もうこれできてんのとか、うん、結構うわなんかその怖っみたいな感じで言ってるのが聞こえてくんのよ、はい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 、で俺それがもうすげえやで、はい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 、もうその自分に言われてる気がするから。でそのバイトの子ももうなんかもう顔ももうもうちょっともう泣きそうな顔なってる時とかあるやん普通に。そうでしたね、ちょっとだけなんかほうけてるというかね。そう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 、もう嫌だなーっていう顔はちょっとしてましたね。もうそう終わった後のこと考えてる顔というか、はい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 、もう帰ったらね、うん、なんかビール飲もうみたいな顔してる、うん、あの顔を見るのが本当切なくて。切なかったですね、確かに、はいはいはい、そうそう。でそのラーメン屋もそのまさにそんな感じだったから。いやまさにそうでしたね。いやあれなん、あれなん、なんなんだろうな、あれって。だって聞こえてるの分かってるじゃん。うんうん、見えてるのも分かってますもんね。そうそうそう、うん、だからそのまあお客様に失礼のないようにみたいな感じで多分大将はやってるんだけど、はい、でもそれがしんどいなっていう。その確かにね、ちょっとそうそうそう厳しいのを目の当たりにしちゃうとね。そういやもちろん大事だと思うんですけど、それはじゃあ後で良くないっていう、うん、なんかね、うん、難しいですけどね。難しいですけど、すごい。だってもう、うん、バイトの子がなんか海苔準備してって言われて、海苔器に10枚でいいですかって聞いてましたもんね。そしたらなんか目がキッてなって、なんかこうしたらいいからみたいな、なんか何が激凛だったかわからんけど目がキッてなって、こうしたらいいからって別に何でもいいかって思うよ。で俺はそれを、うん、そのキーを見る川家さんもやっぱそう同じ多分同じこと考えてるんだろうなと思ってたから、うん、そのそれをチラチラ見る川家さんを俺は見てました。あやっぱそうだよ、やっぱそうだよねと、気になるよねと思いながら。めちゃくちゃだって。いやめちゃくちゃだよ。なあとなんかそのほんとちっちゃいあれですけど、のり10枚多すぎんってちょっと思うところもあって。のりトッピングのり10枚器にのっけたりですか、10枚は多すぎんかってちょっと思いながら。いやそうだね、うん、ラーメンだからね。そうそうそう、そういうのってなんか5枚ぐらいのイメージだったんで僕の中で。まあまあ、うん、家系とかでもそんなもんだよね。そう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 、10いくんだと思って。中華そばの10は多いよ。ちょっとそこ家系の5でちょう、家系の5でちょうどいいのに、中華そばの10はちょっと過剰な過剰ですよね、過剰だけど、うん、いやそこはちょっと気になって。まあね、うん、確かに、うん、それが気になって仕方なかったようなねラーメン屋でしたね。本当、はいはいはい、そうね。まあまあ美味しかったですから、ね、まあ、また行こうと。美味しかったからね、もうちょっと空いてる時に行きたいですね。そうですね、ゆっくりできる時にね、うん、はいはいはい、そんな感じかな。なんかあります？1週間、今週1週間はまあまあ僕はもう今週は本当だから先ほど言ったようにデザフェスが終わって大変なことになってるじゃん。そんでデザフェスはあんまこのちょっとね、社会の切り込んでいっちゃうかもしれないけど、これは本当にそう。で皆さんもね、うん、多分ニュースとかかなりのニュースになってるから、かなりのニュースになってるからね、お便りもね結構ねそういうの多いんですよ。大丈夫でしたかとか、まあそうだよね、うん、あれどうなんですかとか、うん、あれはそう巻き込まれはしなかったの？ちなみに僕は巻き込まれてないですね。あそっか、あれよかったですね、はい、けど、うん、刺身さんとか確かねもなんかもらってたかもしんない。マジで、うん、大丈夫ですか？大丈夫だったみたいです。体調崩してないみたいですけど、いやーもう怖いですよね。だってもうフグの毒と一緒なんでしょあれ。そうらしいっすね。その対応がやばいっすよ。だからもう怖っと思って、まあその知らない人に説明しとくと、そのマフィンをね、うん、はい、デザフェスでマフィンを売るお店があって、うん、はい、でそこでまあその結構フルーツとかその無添加なんですよね。そう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 。
砂糖とかそういうあんまり使わないみたいなね、使わないみたいな、うん、とこでなんかそれがその、うん、まあ、購入した人から、はい、その糸が引いてると、うん、納豆みたいな匂いがして、そのマフィンから糸が引いてるっつって、うん、はい、食中毒になった人もいたりとかして、そうですね、そうそう、で大変なことになって、もう 今だとその保健所がもう、もうね、もうそう動いてる、そのフグの毒と一緒の、マフィンがフグの毒と一緒の危険な食べ物だっつって、うん、もうその何千個も回収してみたいな、はい、そういうことになってるんですよ。怖いですよ、怖っ。いやもうほんとね、その僕はもうその被害に遭ってないから正直、はい、あのなんだろう、文句はなんだろう、そんななんかなんていうんですか、めっちゃ叩く人もいるじゃないですか。いるね、うん、それはちょっと嫌だなって思うところあるんですけど、はいはいはい、うん、広い目で言うとデザフェスがそれで広がったのがちょっと嫌だなっていう気持ちはあります。いやーそうだよね、だってなんなら次の開催もちょっと危ぶまれるんじゃないかぐらいのね。そうですよね、え、うん、多分俺もそれがかわいそうだなと。そう、運営側からするとちょっとねと思っちゃうと思うので、でそうなってくるとこちら側ももしかしたらなんかこうあるのかなとか怯えてる。だってまあその運営側が許可したところがそうなっちゃってるから、じゃあ次もしやるってなった時に、うん、えやるんですかみたいな、そうことにやっぱ苦情絶対いるから、絶対いますよ、うん、でしかもそのなんて言うんだろう、あのデザフェス自体の盛り上がりって別にそのもちろんね、その食品だけじゃないからできるじゃんとか言うかもしれないですけど、食品があるから面白いところもあるじゃないですか、やっぱり。まあね、うん、ご飯ものがあるからお祭り感というか、そうなんだよな、そこがね、からこそなんかちょっとな、どうなることやら、まあ、残念ですね、本当にすごい広まりが早いんで。いやまあまあその擁護する気はないですけど、その人のこと。いやそうそうなんですよね、擁護する気はないけど叩くやつもおかしいし、だってそういう8割9割はだってそのそれ食ってねえやつじゃん、だってそうなんですよ、叩いてるやつ。いや被害とか危なかった人がなんかこう、そう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 、なんてことしてくれるんだっていうのは分かるんですよ。 ね、それはまあそうだ、ごもっともだ、うん、で僕らみたいなその出してた人も、あ次怖いなっていうのも分かるんですよ、僕としては。はいはいはい、何にも関係ないやつがなんでそんなキレてんのっていう時あるから、まあ、正義、誤った正義ね、誤った正義、一番それが怖いですからね。いやそうなんだよな、うん、正義と分かったらもうみんな叩いていくから、まあ、まあ、あそうそうそう、うん、まあだから無事ね次を開催されることを祈りますけども。いや本当そうで、うん、次を開催されることを祈りつつ、僕はだから次の準備をしていこうかなと。もう、もうじゃあ構想はあるんですか。構想はねもうすでにいろいろとこうねやってって、あら今日もだからその構想のために、はい、日暮里まで行きまして、あのミシンを買おうか迷って、ミシンをおいなんかしてるやんへえ、はい、ちょっとあのぬいぐるみを作ろうかなと怖っえちょっと待って、その川家のぬいぐるみは、はい、そのフグの毒と一緒です、はい、申し訳ないですけどちょっと危ないです。回収されるちょっと怖いです。回収されちゃうんすか。ちょっとね、その保健所動くかもしれない、うん、食品じゃない、ね、史上初のえ食品以外で動くかもしれない。マジかよ、それは困る。ぬいぐるみちょっとぬいぐるみを作ろうかなとは考えてまして。クリエイターっすねいやなんかね、いろいろ作りたいものはほんとね、いろいろ、まあそれこそ絵描いてというか、なんていうんですか、いわゆるキャンバスアートみたいな。いやそうじゃん、絵とか売ればいいのに。はい、とかもう売らなくても置いとくだけでもさ、はい、正直その、うん、なんじゃん、ディスプレイ用とかで、ね、はいはいはい、うん、飾りにもなるし、飾りにもなるし、もう見てもらえるっていうところだけでいいと思うんですけど、はいはいはい、はいはいはい、ちょっとね、まあ、それも考えつつもちょっと縫いがあると面白いなっていう。縫い縫いか僕の縫いを買って
ってってそれをこう持って帰ってる様とかもちょっとなんか想像すると面白いなとか。いやいや面白いけどさ、うん、その縫いってさその、はい、人の手が加わってるとこが見えないからいいんじゃないの、うん、あれポケセンとかで言って思うけどその工場で作ってるんだろうなって思うから買えるけど、そのそのやっぱミシンでその縫ってるとこを想像しちゃうと俺買えないけどな、俺はむちゃくちゃもう丹精込めて作るんでだからそのやっぱ思いが思いがのそう思いが乗っかってなさそうだから買えるけど、思いが乗っかってそうだなと思えると買えねえんだよな、あれ、うん、もう熱を込めに込め特急呪物のごとく。ああもうそれ自分で言っちゃってるじゃん。呪物というか、まあ、祝い物みたいな感じでね。ああそっちのね、うん、やっぱ愛はね一つの呪いって言われてるぐらいのねこと言ってたんで、あのとある作品でこつくん、うん、こつくんのね純愛なんで。いやだからこいやだから、だから嫌って言ってるじゃん、だからいらないのよ、こんなの。身近な人からだけでいいから身近な人でもちょっと怖いですもんね、やっぱね。そう身近な人のぬいぐるみも怖いんだからその知らんやつのぬいぐるみが一番怖いよ、手作りのむちゃくちゃ工場とかで作られた僕の手で一個一個ミシンで、いやいやすご、はい、っていうのをちょっと考えて、まあ、ミシン屋さんに行って、へえ、店員さんにこれがいいですよあれがいいですよみたいなのすごいこう勧められえ、てかさ、そもそもその、はい、今はもうミシンでぬいぐるみ縫えんだ。あ、いけると思いますよ、全然。へえ。うん。すげえ、そうなんだ。いや、もうミシンもね、発達してるみたいですけど。いくらぐらいするんですか？ね、そう、僕は正直、気持ち的にはですよ。はい。5万ぐらいだと思ってたんですよ。はいはいはい、なんかそんなイメージある。そんなイメージあるじゃないですか。で、進められるのもそんぐらいだと思ってたんですよ。はいはいはい。で、こう店員さんとこう話して、あのこういう感じの、あのすごいその初心者でも優しくてみたいな、はいはいはい、みたいなこう話したら、あ、じゃあこちらがいいかもしれないですねって言われて、見せられたのがもう20万近くするやつ言われて、マジかと思って。マジか。もうちょっとなんかこう抑えめでできますみたいな、あってなるとこんぐらいですみたいなんで15万ぐらいのとか紹介されたりをしたんですけど、いや俺逆かと思った、もっと今だったら2万ぐらいで意外と買えるみたいな方かと思ったらそっちなんだ。いやそう、あのね、やっぱパワーが必要だったらば、まあそうか、こんぐらいの重さとこのモーターとみたいな感じでやっぱりそこはしっかりしたやつになるっていう、ね、まあまあまあ15か、ちょっといくなと思ってちょっと今悩んでる。だってもう赤だよ、もうそんなの15万のミシンなんか買ってる赤字じゃん、もう絶対。いやもう赤とかじゃないです、僕はもう作りたいものを作りたいんでそこはかっけー、かっけーなーそれでぬいぐるみ例えば 2,30、はい、個作って1個も売れなくてもいいんだ、はい、別にもういい、作りたいもの作れればいいんで、もうまあまあ俺は買うよ優しい、ありがてえ。いや、俺と、はい、俺と、うん、あの川家さんの家族は買うからまあ5個ぐらいは持ってで掘り置き、あったけえ、あったけえな、身内ってあったけえんだよないや本当にありがたい話でございますが、まあね、ちょっと次もしね、はい、あるならね、ぜひ。あるならちょっとぬいぐるみがもしかしたら置いてあるかもしれない。はいはい。心変わってなんか普通に絵が売ってあるかもしれないですけど。まあね、それをまあまあ気分でね。気分で。はい。ちょっとお待ちいただければと思いますが。はい。今週のお便りいきますかね。はい。ラジオネームトラウマ太郎さんからの投稿です。はい。大島さん、カムさん、こんばんは。こんばんは。この間のデサフェスで衝撃なニュースが飛び込んできましたが、 お二人は大丈夫でしたでしょうか。はい、実は、まあ、ま自分の友人もデザフェスに参加しており、帰りがけその食べ物を購入して食べてしまい、体調今も崩しております。マジで深刻な状況ではなかったのが救いですと、本当に恐ろしかったですと、
大島さんや鴨さん、今まで身近に起こった怖い経験はありますか、よろしければお聞かせくださいと。あー、なるほど。直近で言うとそれが怖かったっすけど実際は怖かったっすけどいやー、なんか怖い経験ありますか。怖い経験、まあちょっとそっちじゃなくて、はいはいはい、まあ、そっちじゃなくてっていうか、うん、まあ、だいぶ昔になるんですけど、今でもちょっとたまに思い出すやつ。 はいはいはい。あのおばあちゃん、まあおじいちゃんちか、父方のおじい実家が、はい、本当に超ど田舎にあって、うもう本当田んぼしかないみたいな。はい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 、はい、で車で1もうそうそうそう、車で1時間ぐらい行かないと町に出れないみたいな、うん、本当超ど田舎にあるんですけど、はいはいはい、まあそのまあ行くじゃん、うん、小学校ぐらいの時、小学校、はいはいはい、低学年かな、うん、時にまあ夏休みかな行って、うん、でなんかホタルがね見えるんですよ、田んぼで。あら、超いっぱい、もう一面ホタルみたいな。あら、ホタルの墓みたいな。ホタルのまあまあね、ホタルの墓みたいな、うん、本当に。でまあだからそれ見に行こうっつって、うん、お母さんと、はい、おばと、はい、自分と、うん、お母さんかな俺の、はいはいはい、の4人とかで、うん、まあ、見に行ったんですよ、うん、でもそこも本当に、うん、もう水田というか、はい、もう田んぼしかないは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 い、はい、一面ところで、うん、一面田んぼしかないところで、うん、あのまあホタル見てたら、うん、そのおばあちゃん、知らないおばあちゃんがファーッと歩いてきて、はい、あ、知らないおばあちゃんだと思って、うん、こう歩いてきて、うん、で、まあ、みんな普通挨拶して、はい、こんばんはみたいな。でもな、一人でずっと歩いていって、うん、なんかそう、田んぼしかないところなんですけど、はい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 、なんかその階段降りるみたいな感じでこう下にグーって行ったんですよ。おお、ほう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 。でそこ田んぼしかないはずなんですけど、はい、そのあれ、なんかいな、子供の中にあれ、なんか下なんかあんのかなみたいな、うん、いなくなったな、うん、みたいなと思ってて、はい、でみんな見えてるんですよ。で、うん、そしたらなんかおばあちゃんがなんかちょっとえみたいな、えみたいな感じになってて、はい、どうしたのどうしたのって言ったら、うん、え、 あの近所のあのおばあちゃん最近あれなんか亡くなってなかったっけみたいな。うわうわうわボソッと言ってて、おう、で俺もそれ聞こえるか聞こえないかぐらいだったんですけど、はいはいはい、だからその当時はそんな怖くなかったんですけど、今になってあれなんかそんなあったなみたいな。うわ、こわ、えーぐ、ちゃんと4人とも見えてるっていう、しかもえーぐ、こわ、だからそれ唯一ある心霊現象だから大人になってから見なくてよかったなみたいな。なるほどね。逆にその衝撃がね、衝撃が多分めちゃくちゃ怖いじゃんそんなの。いや、そうですよ。子供だから理解できないところ、ね、そうそう、理解できない。大人になったらあれなんであの人、え、なんか田んぼしかないのに、うん、なんでいなくなっちゃったんだみたいな、はい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 、はい、気になると思うんですけど、俺はその時はあれなんか、うん、みたいな感じだったんで、うん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 、それ未だに思い出すんですよね、ふとした時に。あれなんだって。で、怖い、あんま覚えてないから、はいはい、そのめっちゃ怖とも思わないですよ、正直。あー、なるほどね。不思議な体験ぐらいの。不思議な体験ぐらいの。でも、絶対そうだから。おかしいもんだって。おかしいな。いなくなるの。いなくなった。いなくなるのはおかしいから。マジでおかしな話ですね。そうだから、まあ。ちゃんと心霊のやつあるじゃないですか。まあでもそれ悪いやつじゃなかった。まあまあまあね、 なさそうだからまあ良かったですけどね、はい、悪霊みたいな感じ、体験でしかないっていうね。そう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 、かな。なんかありますか、怖い、まあ、心霊、全然心霊じゃなくても大丈夫。僕心霊系が本当、僕も一個ぐらいなんかそういうストーリーあったらいいんですけど、マジでなさすぎて、うん、だ、怖いことがあんま正直ない。あので、なんかどちらかというとあの人の方があの、あ、怖いものが多いかなっていうところですけど、はいはい、大学生の頃とかも
だからこの話したかちょっと覚えてないですけど、大学生の頃に制作してたら自分の部屋で、はい、めっちゃ日曜大工みたいな制作してたんですけど、はい、ガン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 こうトンカチでこうズン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 やってたんですけど、でそれでふと夜中ぐらいにじゃあコンビニ出ようと思ってコンビニ行こうとしたら、うん、下の階のところの前の扉の前になんか女の人がいて、ほう、うわなんか人いると思って怖っと思ってスーってこう避けてこうコンビニ行こうとしたら、なんかこの部屋からすごいどんどん音がしませんって言われて、う、僕の下の階の扉の前を指さして言って、ういや特に何もしてないですねって言って、そのまま僕抜けて出てったんですけど、多分僕の日曜大工のそうだよね、そうだよね、はい、音なんですけど、絶対に絶対にそうですけど、いや一個もそんな音してないですけどねって言ってまあまあそう言うしかないか、はい、すごいなんかいろんなごめんと、なんかその立ってる人もなんか女の人がなんかふわっと立ってたから怖すぎて、ああなるほど、しどろもどろになりながら、いや特に何も音はしてないですけどねって、すみませんちょっとコンビニ行ってきますって言ってパーってコンビニ行って戻ったらその人いなくなってたんで、ちょっと一安心と思うっていうぐらいの怖い話しかない。いやそれさ、だから結局その突き止めてたのか、はい、突き止めてて、うん、遠回しでやめろよっていう意味も込めて言ってる可能性もあるよね、うん、あ、まあそうですね、うん、か本当に、うん、いやそれしかないか逆に、うん、可能性、それが一番怖い、僕が怖いなと思ってるのは、うん、下の階の人が自分の部屋を指してこっからどんどん落としませんって言って僕に、あそっか、あそっか、自分の部屋指して言ってんのかの可能性もあるんで、それもちょっと怖いなっていうのはちょっとありますけど、いやちょっとごめんなさいと思いながらそそくさと、まあそうだよね、まさか上で日曜大工してると思わないもんね確かに、まあ確かにな、はい、かもしかしたらえ何この音ってな、うん、え上の人、いや上の人がこんな音出すかみたいな、はい、で怖くて、うん、外表に出てきたのかもしれない、可能性もありますね、なるほど、うん、いやあれは怖かった、いやその人の怖い、あれは怖かったなじゃなくて、その人のその女の人の怖い話じゃんそれは僕もちょっとあの時は怖かったんだよね。ああ、怖っ、そういうこと、はい、怖い話。ちょっと怖かったな。はいはい、はい、というようなねところでございますが、もう一つぐらいいけるかな。はい。いっかな。これに関して委員会いやなんか、ジャコビッチさんから愛のあるキスがしたいです、誰か誰にでも愛を持ったキスをしてくれる人はいませんかという、ああいらないですねそうっすよね、はい、うん、よかったです、じゃあこれはちょっと飛ばさせていただきまして、今週のお歌のコーナーに行きますかね、はい、今週のお歌でございますが、上杉さんの方に、はい、歌っていただきましたので、はい、聞いていただきましょう、どうぞ。一緒にいる時は窮屈に思えるけど、やっと自由を手に入れた、僕はもうと寂しくなった、さよならと言った君の気持ちはわからないけど、いつもより眺めがいい、左に少し戸惑ってるよ、もし君に一つだけ強がりを言えるのなら、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対
すいません。はい、ということで聞いていただきました上杉さんによるもう恋なんてしない、ですかね。もう恋なんてし、あ、そうか、もう恋なんてしないか、はい、曲名は、曲名はまあお察ししますというか、はい、なんか、うん、あったんでしょうね、やっぱ最後の最後のすごいな最後近畿すごい熱のこもり方ですね。昨日じゃんっていうぐらいのね翌日じゃんそれまでちょっと我慢してたけど最後にやっぱ出ちゃった、出ちゃったんだあ、ちょっとフルで聞きたかったなあの後の感情の入り方のまんま聞きたかったですね、確かにね。うん、熱がすごいこもってたな、ね、びっくりするぐらい。いやいいですね、やっぱ。いや良かったですね、うん、はい、すごく、うん、名曲、名曲ですし、すごく感情が乗った歌唱でございます、うん、いや素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしい、はい、ではまず、今週のお便りのコーナーに行きたいと思います。はい、まずはこちらのコーナー、ちょっとだけデトックス。はい、はい、こちらのコーナーは、皆様から、うっぷん、日々のうっぷんをね吐いていただいて、ちょっとでもデトックスしていただければなというようなコーナーでございますが、はい、ラジオネーム知りたいちゃんさんからの投稿からいきましょう。はい、猫派か犬派かって聞かれるのが嫌です。ああ、聞いてくるのはまあいいとしても、聞いてきてその人と違う方を答えたら論破しようとしてくる人がいるせいで嫌になります。わかるわかる、そんなことしてくるやつの意見を受けて自分が好きな方を好きになってもらえると思ってるんですかね、うん、って思ってからこの質問が嫌になりましたと。なるほど、はあはあはあ、なるほどなるほど、めちゃくちゃわかるわこれ、はあはあ、そうね、犬派か猫派かどっちって聞いてくるやつって、もう自分の中でどっちか決まってるやつなんですよ。決まってますね、絶対決まってますね。そうで違う方を言ったら、うん、確かにそうなのよ、押してくんのよ、なんか押してきますよね。うん、わかる。だから俺は猫飼ってるから断然猫派なんだけど、はい、だからこそ聞かないようにしてる、はい、ああ、いや僕はもう実家で犬も猫も飼ってるので、この質問されると本当困るのはあります。なるほどね、うん、本当にどっちも好きだから、そうそうそう、どっちも良さがあるからやっぱ可愛い、はいはいはい、どっちも可愛いですし、ね、もちろん、うん、いやもう本当そうなんだよな、野暮、野暮だよね、野暮です本当に。どっち派とかないんだから、うん、犬か猫飼ってるだったら分かると思うんですよ。はい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 、その犬派か猫派かじゃなくて、犬か猫どっちか飼ってたりするみたいな質問だったら、猫飼ってるだったら、うん、みたいな、そのこの質問って多分話を広げたいだけじゃないですか一旦は。はい、まあね、うん、のはずなんで、うん、そんぐらいでもいい気はしますけどね。まあそうね、うん、実家でなんか飼ってるとかでいいよね、うん、うん、確かに。いや、あとそのね、犬と猫だけに絞ってもらっても困りますけどね。まあね、うん、本当に鳥派の人もいるだろうし、いるいる、魚派もいると思いますし、うん、魚派もいるしね、うん、いやそうなんだよな、うん、あとあれも困るわ俺、最後の晩餐にするなら何みたいなやつあるじゃん。はい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 、はい、困るあれ、意味わからんもん、ね、なんだそれ本当に。その時食いたい、一番最後に食いたいと思ったもんが最後の晩餐だろう。いやそうそうですし、 なんで今決めねえといけねえんだ。本当その時の体調にもよるしね。よるしよるしよるし、うん、本当に、うん、環境にもよるし、その最後の環境晩餐の時に周りが荒れ果てた荒野だった時、もう最後の晩餐、うん、もう水だけでもいいから飲みたいってなってるかもしれないし、うん、ないしんないしね、うん、その今だったらもしかして焼肉っていうかもしれないけど、じじいになった時も焼肉なんか食いたくなくなってる可能性もあるし、本当そう、湯葉でいいってなるかもしれないですもんね、うん、やっぱね、そう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 、もう不毛なんだよなあれ、あの辺はね、ほんと、うん、本当に。あと全然あれですけど、昨日それこそテレビ見てたら、はい、なんだっけな、犬系男子猫系男子みたいなことを、どっちが
なんかモテるみたいなことを言ってたんですけど、くだらねえ。もうほんとどういう意味、犬系男子と猫系男子が何かがまず分かんないよ、はい、どう、ま、何がど犬っぽい感じの、あのなんていうんですか、人懐っこい感じってこと、ああ、はい、そういうことか、元気な感じの人懐っこい、なんかすごいなんか可愛げのあるのが犬系、はい、で猫はなんかちょっとツンツンしてる感じの、ちょっとクールだけどたまにこう出れてくれるみたいな、うん、ああみたいなことを言ってるんですけど、ああもうしょうもないなと思いながら、くだらないっすね本当に。ああもうでどっちがモテることになったんですか。なんかね、猫の方が人気が高かったかもしれないですだってさ、うん、それもマジであやふい、だってそれはそうじゃないって言うよね、うん、そのデレデレな、うん、普通にやつよりは確かにちょっとこうスンとしてるけど、はい、要はギャップがあるってことでしょ。そう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 、それはだってそう言うに決まってんじゃん。だいやもうそうでしょうし、ほんとだ、もうほんと結局だらその見た目でしょっていうのもあるし、結局そうそう見た目だし、その好きになった人がな、うん、好きなんだろうし。いやそうですよほんと、くだらねえ、くだらない、そんな好きだよなマジでカテゴリーをねちょっとつけるのが好きなんだなっていうような、感じでございますが、はい、続いていきますね。はい、ラジオネーム中間管理職さんからの投稿でございます。はい、このご時世などで本当にこの場でしかデトックスできないことを言わせてください。はいはい、お世話になった人が定年退職を迎えることで、あ迎えるということで、そのお祝いとして開催したチームメンバーの飲み会へ自分の子供2歳を連れてきた職場の同僚へ、はい、いやいやお前と子供が主役じゃねえから周りの迷惑とか考えられないんか、定年退職の人に許可もらったからじゃねえんだわ、子供連れてきてもいいですかって聞かれたらダメとは言えないだろうが、まあね、話してる途中に動き回って会話も途中で途切れて邪魔でした。自分だけで面倒見きれないのに飲み会の場に子供を連れてくるのはやめてくれ。なるほど。これはでも難しい問題だな。いやこの場でデトックスしていただいて本当よかった。本当に。まあね。その僕らもそのなんだろう、こうノータッチとか何にもできないんで正直。うんうんうん。こんなこと言うとあるかもしれないですけど。あのはい、ここで吐いていただけたら本当幸いでございます。そこで別にこの中間管理職さんがここで炎上することも多分ないでしょうし、まあないしね、うん、だってで分かるもん気持ちは、うん、気持ちは分かるから、うん、なんで寄り添ってめちゃくちゃ寄り添ってあげたいんですけど、うん、まあ、その人からしたらね、まあ、その子供を一人にしちゃうかもとかね、はい、いや難しいよ。だって預ける人がいてなかなか、ね、それならまあ、うんうん、まあ夜でその人も多分お世話になったから最後 の、はい、飲み会だから参加したい、でも子供が一人で家にいさせるわけにもいかないみたいなね、はいはいはい、もしかしたらそういう、うん、葛藤の中、はい、そういう状況だったのかもしれない。まあでも俺も連れてくんなよと思っちゃうのかな、どうなんだろういやこれは難しいわ、まあ、このご時世だからこそね、まあまあ、確かに、いやーまあ難しい、確かに難しい。自分だったらどうする。僕ですか、うん、僕は正直あの本当こんなこと言うと失礼かもしれないですけど、うん、あの定年退職する人に対しても何にも多分感情を揺さぶられないし、その2歳の子にも揺さぶられないんでマジフラットで2歳の子が来たら あ可愛いねとも言えるし、別に話が途切れたところで別に邪魔だなとも思わないし、はいはいはい、確かに、うん、その定年退職の人に、まあ、お世話になりましたっていう気持ちはもちろんありますけど、おそらくね、うん、そんなに多分感情移入しないかな、なるほどね、っていうそのそこに対して、その飲み会の場に対して、はいはいはい、はいはいはい、うん、まあね、うん、まあそうか、はい、いや、うん、これはでも難しい正直、うん、
俺は分かんない正直その場にもしかしたら、はい、何連れてくんだよと思ってるかもしんない、ああし、しょうがないじゃんとも思うかもしんない、はい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 、から難しい、これはもう僕はもう本当何にも思わないけどフラットですけど、まあまあね、もちろん、うん、こんなもっと言うと、もっと言うとですよ、うん、その定年退職する人はその連れてきた人どっちが好きかで変わる、うん、あーまあね、うん、確かに、はい、その連れてきた人がそうだね、なんかもうな、もういつもこいつ何しとんねんもうっていう人だったら、はいはいはい、あの、あ腹立つかもしれないし、うん、でもその人のことが好きだったら、あ、あ連れてきたんですねってなると思う、そのあかわいいってなると思うし、いやマジでそうだな、で多分だけど中間管理職さんはこの連れてきた人をなしとねこいつって思ってんだろうね多分、まあそうでしょうね、なしとねこの場ちゃうやろって思ってるってことですね。ああ、まあ、そうなんだな。あ、まあ、そこはもう、それ人間関係なんしゃあないですね。はい、まあ、しゃあない。はい、では、続いていきますね。はい。ラジオネーム、ペンペン草さんからの投稿でございます。はい。大島さん、カムさん、刺身さん、こんばんは。あ、ごめんなさい。爆地に出たな。ごめんなさい。爆地に出たね。まあ、いる可能性もあるからね、もしかしたら準レギュラーですからね、ある種ね、うん、はい、はい、いつも夫婦で聞かせてもらってます、ペンペン草です、おお嬉しい、はい、先日デサフェスでお会いできて嬉しかったです、次回のデサフェスも楽しみにしてます、あ、僕ね、あのちょっとだけお会いさせていただいて、ご夫婦で来て、ご夫婦で来て、いいな、ペンペン草さんはヘビーリスナーですか、そうですね、あの本当最初の方にもお便りはいただいてたのでね、はいはいはい、またお便りしてくださいというような話をしましたけど、はい、そんな彼がデトックスということで、はい、私のデトックスですが、夫婦で話していてどんな人に対してムカつくか話していたのですが、はい、一つ分かったことがあります、ほう、責任感のない大人に腹が立つというのが共通点だと思いました、なるほど、ジャニーズの会見、宝塚の会見、理不尽な市長、固定資産税を4回も無視する政治家など、すべて責任感が欠けていると思います。はいはいはい。そんな自分も自分のことを棚に上げずに責任感のある大人になりたいです。うん。うん。なるほどね。なんちゅう、しっかりとした。しっかりしてるな。まあな、うん。いや、こんなしっかりした方に、それこそデザフェスで来たときに、それこそこの方に言われましたもん。ポケカの話全くわかんないですけどしてくれよ夫婦で本当何がそんな楽しいんですかっていう、めっちゃくちゃ楽しいですよっつって、ペンペングさんもわかる日が来るよこんなちゃんとした人がそんなこんなラジオ聞いて、うん、ポケカの話わかんねえって言ってるのちょっと面白いですけどねなかなか、いやーそうね、まあでもこれはでもまあそりゃそうだよね、まあそうですね、責任感ねえやつが、まあそんな責任感ねえやつが周りにいないからあれかもしれないですけど、はい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 、はい、うん、当たり前だと思って、うん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 、ある種ね、うん、いやそうだからもうなんかだからそのな、まあ、確かにそういう固定資産税をとか云々の、うん、まあ、ニュースで見たりするけど、そのもう別世界の人だと思ってるから何とも思わないと、逆に、はい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 、はい、本当にいんのこんな人みたいなね、うん、いやもう本当いつも感じというか、なんかそういうのあるじゃないですか、うん、そういうニュースで、はいはいはい、どうやってするんって思っちゃうんですよ、なんかその、いやそうね、なんか普通に生きてたらそんなことあり得るんかなと思ってちょっと怖くなるんですよね、本当に本当に、自分ももしかしていつの間にかあの無視してんじゃないかなとか思う時もあるんで、うん、まあなあ、分かんない、怖い、分かんない、でも本当に、まあ、その分かりえないだろうしね、そんな人とは、本当そうですねだからムカつく、その許せない気持ちはめちゃくちゃ分かりますけど、はい、もうその許せないって怒るのも結構無駄な労力だと思うからそうす、ね、正直だって、だってそいつはだってもう
そういうやつなんだし、はいはいはい、変わる、もう絶対一生変わんないじゃん、そいつを。いくら怒ろうとも変わんないから、うん、もう、はいはい、あ、そっちの、はい、そっちの人ね、みたいな。うん、まあでも、まあまあ、ムカつくけどな、そういう、それを税金をさ、いや、そうですよ。血税を、まあそういうふうに使われたみたいな。はい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 。まあ、ムカつくのはわかるけど。わかる。なあ、まあまあ、許しちゃダメなんでしょうけどね。もちろんね。まあうん、もうでも分かんない、正直もうどうにかしてって思っちゃ う、 もう本当誰か本当に誰かかなと思って、そう本当に、うん、もちろん選挙は行くよ、行くけど、もう誰かどうにかしてって思う。いやまあそうね。うん、確かにな、これははいというようなねところでございますかね。はいはい、そんなとこでございますね。わあ、どっちもどっちも良かった。どっちだ？どこにします？いやまあ定年退職かな。承知しました。じゃあ中間管理職さんから、はい、中間管理職はい、こちらにねステッカーを差し上げたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、では続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、続いては私しか知らないこと、はいはい、こちらのコーナーは皆さんからこう自身の私しか知らないことをこう提供していただこうかなというようなところでございますが、はい、ゴシップがあるのでしょうかというところで、ラジオネーム、はい、まずはノブザイルさんからの投稿でございます。はい、ガモさん、ニノさん、こんばんは。何してんね。本日の投稿はジャブ程度の内容になりますが、実は、ハードル下げんな。実は僕は指が左手の人差し指の骨がプニャンプニャンなのです。大島さんに DM で写メ送りました、うん、というね投稿でございますが、はい、まあまあ来てたよ。来てた。気持ち悪かったわ。どうするこれ、送っとく。ごめんなさい、いらないです、これに関しては。はい、載せません、ごめんなさい。その編集さえももうめんどくさい、ごめんなさい。ノブザイル、ごめんな。うん、ごめん、俺もはい、これ載せなくていいと思うわ。プニャンプニャンではあった、だからプニャンプニャンではあったから、もう多分みんなが頭で想像してるやつの、うん、上は来ないから、はい、多分いいと思う、うん、はい、ノブザイルの左手の人差しはプニャンプニャンです。おのおの想像してください。それで問題ないです。はい、はい、はい、ではもう一つありますので、それあと、はい、今日はその二つだけかな、はい、ラジオネームハゲまみれさんからの投稿でございます。はい、ハライチの岩井さんのお話なのですが、ああ、岩井さんだけ知ってた話なんですが、お、炊き込みご飯で卵かけご飯をするとめちゃくちゃうまいらしいです。私もやってみたらとても美味しかったです。はい、というようなね。あ、関係ねえじゃん、どういうこと。何それ、岩井さんが言ってたんだ。多分ハライチの岩井さんが言ってた、まあ、ハライチの岩井さんしか知らないことをここで投稿してくれたって感じですかね。いやーでも想像できるな、味が。うん、しかもそのこれに関してはなんかハライチの岩井さんでスタートしたんで、なんかあの今なんかね、なんかね、なんかあんのかと思ったよね。うん、すごい話題になってるんでね。超えてこないでしょ多分味。俺マジでもうその味だと思うけど、いやうまいよ、絶対うまいと思うよ、うん、うんうんうん、間違いない、もう間違いない、めちゃくちゃうまって言うと思う、うん、うんうんうん、でももうそのうまって言うその味の想像がついてるの。それを超えては来ないでしょうね多分。超えては来ない、まあやってみようかな、うん、やったことないわ、確かにやったことないけどやってみようかな、超えてくるのかな、いやうまい、もしかしたらうまいだろうな。炊き込みご飯の具にもよるだろうしな。あー確かに、でも普通に鶏とか入ってたらもう、もはや親子丼みたいなもんでしょ。まあそうだね、あーもう絶対うまいな、うまいよね、絶対うまいんだよな。あ
もうやってみる。あの味だしな多分、うん、あの味なんだよ。あの味ですね確かに。いやありがとうございます。まあやってみます。やってみましょう。はい、はい、というようなところでございます。今週はこの2通。いやちょっと、はい、ノーゴシップっすね。ノーゴシップですね。はい、まあちょっとネタも尽きてきたのかな。そうですね。うん、もしかしたら、まあ、そろそろ変えてもいいかも。変え時かもな。変え時かもですね。コーナーをね、うん、ちょっとまたコーナーを考えようかなと思います。はい、なんかね、前お便りでもね、なんかコーナーをもっと増やしたらっていう意見もあったので。あ、増やすか。はい、なんかいろんなコーナーで、なるほど、なんか貯めといたらみたいな意見もね、あのお便りでいただいてたので。なるほど、まあ、そういう手もあるかと思いながらも、ちょっとまあまた考えていきたいと思いますので、はい、引き続き皆さんのお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、はい、と言いますことでね、さまざまなお便りいただいて、ステッカーもそろそろ新調しなきゃなってちょっと思うところもありますが、はい、パチオさんに僕はあのお願いしましたよ、前会った時。あ、ほんますか。したら、はい、全然あんなのでよければって言ってたんで、もしかしたら書いてくれるかもしれない。ありがたい。はい、またじゃあその辺も引き続き皆さんお楽しみにという感じでございますか。はい、本日はこの辺で謹んでお詫び申し上げます。ありがとうございました。じゃあ